したら違約金として罰金5万円。誤った届け先に荷物を届けると罰金3万円。弱い立場の下請け運送会社やドライバーなどにしわ寄せが行ってるって構図なんですね。どうもこんにちは。東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの中島美玲香です。東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。今日の主なポイントは3つです。1、宅配大手が荷物の配送を中小運送会社に委託する動きが強まっています。2、一方業者の乱立で価格競争が起きています。3、加えて元請けの下に多数の事業者がぶら下がって、それぞれが運賃の一部を抜き取る多重下請け構造もあって、弱い立場の現場のドライバーにしわ寄せがいっています。というわけで今日は宅配ドライバー多重下請けで疲弊する深刻問題をテーマにお届けします。置き配をしたら違約金として罰金5万円。誤った届け先に荷物を届けると罰金3万円。竹政さん、宅配大手から業務を受託している下請け運送会社と個人ドライバーの間でこうした誓約書が交わされているそうですね。東洋経済の佃陸夫記者がですね、複数の業界関係者に聞いたところでは、こうした罰金は珍しい話ではないそうなんですね。これは宅配大手の制度なんですか？これ下請けが独自に設定したルールだと見られますね。ネット通販 EC の需要が拡大する中で宅配便の荷物量は増える一方なんです。需要拡大に伴って宅配大手が荷物の配送を中小運送会社などに委託するという動きが強まっています。一方、宅配便の配送を担う実運送会社も増え続けています。そこで案件を獲得するための価格競争が激化して、運賃が適正水準からほど遠いというところまで下がっているようなんですね。荷主が買い叩いているわけですよね。それもそうなんですが、他にも理由があるんですね。元請けの下に多数の事業者がぶら下がって、それぞれが運賃の一部を抜き取っていくっていう多重下請け構造っていうのはこの業界に根付いてるんです。これが運賃の低さやドライバーの報酬が減るっていうようになってるんですね。下請けがさらに下請けに仕事を振るようになっているんですね。だいたい3次請けになってて、3次、でひどい場合は7次請けまであるそうです。7次なんですよ。それは驚きですね。業務を丸投げして手数料だけ抜けば、運賃が低くても利益を出せるからそうなるんですね。なぜ多重下請け構造になるんでしょうか？配送の現場では突発的な需要の増加で、荷物量が事前予測を超えるということがしばしばあるんですね。でオーバーフローした荷物っていうのをさばくために、元請けは多数の実運送会社と連絡を取ってリスクヘッジをしつつ、実際に委託するっていう事業者を選ばなければなりません。その過程で事業者間で案件の横流しが起きちゃうんですね。で無数の事業者がこう複雑に入り組むので、即多重下請け構造っていうのが成り立つんです。それこそ案件の仲介だけを生業とするっていう事業者もいるそうなんですよ。でもどういうことですか？水屋っていうそうなんですけど、水屋、事務所と資金だけあれば事業ができて、トラックやドライバーを抱えなくても仕事ができてしまうわけです。手配するだけって感じですよね。で荷物運びきるためには多重下請け構造っていうのは仕方ないっていう声も業界の中からは聞こえてきていますが、仲介する業者が増えるほどドライバーや実運送会社が得られるっていう報酬は少なくなってきます。労務管理や責任も曖昧になって弱い立場の下請け運送会社やドライバーなどにしわ寄せがいってるって構図なんですね。ということで今日は週刊東洋経済5月21日号や東洋経済オンラインで展開している特集、崖っぷちの物流より、東洋経済の佃陸夫記者のレポートをもとにお届けしました。今回ご紹介したのはほんの一部です。
特集では過酷なトラックドライバーの働き方や多重下請け構造の弊害などに焦点を当てています。気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。